この番組は5人の新人声優が最強のガールズバンドになるまでの物語、時には衝突したりしなかったりしながら一からバンド活動に挑戦しようとする血と汗と涙の成長記録である。多分。はい、どうもバウンスのドラム鈴木桃子です。イエーイ。今回はおうち練習動画ということで、筆ペンボールペンの練習をしていきたいと思います。ですが、私今までほとんどスタジオに入っての練習しかやってこなかったので、お家で何をやっていいのか本当に分からずなので、まあちょっと試行錯誤しながらですけど頑張っていきます。やってみよう。苦肉の策なんですけど、これブランケットの下に丸めたヨガマットが敷いてあるのを机の上に置いてで叩いてるみたいな感じです。でも本当は練習用のドラムパッド買った方が絶対いいんですよ。こういうブランケットだと止まっちゃうじゃないですか、ペッて。でもドラムパッドだとパンって跳ね返るんで、本物のドラムみたいに。絶対そっちの方がいいんですけど、まあしょうがないんでこれでやってます。で、楽譜なんですけど、全体のバンドスコアを見るのが膝すぎて読めないって感じなのでじゃーん、こんな感じで、あのフリーの楽譜作成ソフトみたいなの使って自分で楽譜を起こしました。で、これなんとできるんですよ。だから私いつも練習するときこれを聞きながらやってます。これを流しながらやっていきたいと思います。まず最初はゆっくりのテンポでやっていきます。このシンバル、ハイハットのオープンした状態で、8分音符チャン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 で、スネアドラムがうんたん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 、チャチャチャタタタタタタタみたいな感じです。で、バスドラムがタンウンタタンタンタウンタタタタウンタタウタウタウンタタウンタンウンタタタタウンタタタタウンタタウンタ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 ンです。ドンセの時は割とバスドラムもダンダダンみたいな、そんなにこう複雑じゃなかったのに、今回はその両足がしんどいなと思って、しかもこの後出てくるんですけど、ハイハットのオープンとクローズを足でこう、なんていうの、こう叩いて鳴らす音、クローズした時のシャッと閉じた音を出すの、もうなんかもう大変なの、とにかく足が。でですね、この A メロに入る前のジャッジャッジャーのとこをドラムも同じ感じのリズムでタタタンタカってやってます。でここがそのさっき言ったそのハイハットの足のパチパチやるやつで、今までオープンだったじゃないですか。なんて説明したらいいんだろう、物がないから説明できないな。開いてたシャーンってなってるものをシャーフシャーフみたいなシャーフってするやつがここに出てきます。じゃあこれに合わせてゆっくりやってみましょう。いいんじゃない？できました。イエーイ。じゃあ次です、 A メロ。手はほとんど一緒かな、そのハイハットがタムタムフロアタムになっただけで、バスドラムがちょっと変わります。ドンウンドンん？は？ドンウンドンウントウントウントトンウタタタウンタンウンタタウンタタウン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 タラランか。できるかな。そんで次がフロアタムでドンドコドンドコドンってやってたのをハイハットに戻ります。オープンじゃなくてクローズでチッ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 です。バスドラムがさっきよりは簡単になったかな。
まだ。次は君の笑顔を想像してのとかほとんど一緒だから飛ばして、余熱を握りしめんとこでタンタッ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 タンタッ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 タンタンタンタカタカタン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 、何言ってんだって感じだよね。なんか大丈夫かな、こう見てて大丈夫、楽しい、楽しくはないか。知られないかもしれないけど、ちゃんと足もできてます。愛を やっていきましょうか。早速みたいな感じ。結構途中途中にツンタカタカタンとか、こうタム回しみたいなのが結構大事なやつが入ってくるんですけど、これ私結構苦手なんで、これも大切かなって感じです。1番はこんな感じかな。これを頑張ってちょっと早くしてみたいと思います。1,2,3欲しいよ。あ、いいんじゃないですか。よしとします。はい、ということで筆ペンボールペンの個人練習動画でした。いかがでしたでしょうか。苦肉の策で超見苦しかったと思うんですけど、まあ、こんな感じで日々やってます。そろそろスタジオに入って練習したいと思いますが、まあ、まだまだ油断できない状況なので、皆さんも私たちも気をつけて頑張っていきましょう。鈴木桃子でした。バイバーイ。皆さん、バウンスのオリジナルロゴ T シャツはゲットしてくれましたか？私たちのサイン入りデザインは6月末までの期間限定販売です。お忘れのないようお買い求めください。 T シャツのカラーは基本は白。今後ライブやイベントでメンバーも白を着用する予定なので、ぜひみんなでお揃いにしましょう。もちろんお家での応援用に推しカラーの T シャツをゲットするのも OK ですよ。え？箱推し？じゃあ全色いっちゃいましょう。ももちゃん、お疲れ様でした。ドラムのおうち練習どうするのかなと思ってたんですけど、さすがのももちゃん、工夫を凝らしてバッチリ練習してましたね。
今日も動画を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、過去の動画もたくさん見てくださいね。それではまた次回、バイバーイ。